市民の皆さん、市長の藤原です。新型コロナウイルス第7波の感染急拡大に歯止めがかからないことから、8月5日から21日までを期間として岐阜県 BA.5 対策強化宣言が発出されています。岐阜県の病床使用率は 50% を超えてなお上昇中で、コロナ医療だけでなく一般医療にも多大な影響を及ぼしており、医療は非常に逼迫しています。市民の皆様には手指の消毒やこまめな換気など基本的な感染防止対策を今一度徹底していただき、混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出や移動を回避すること、救急外来など真に必要な場合に受診するなどご協力をお願いいたします。またワクチン接種についても積極的に受けていただきますようお願いを申し上げます。